ファジアーノ岡山の木山隆監督や新加入の河合陽介選手ら5人が岡山市役所を訪れました。木山監督は岡山の皆さんと力を合わせて全力で昇格目指して頑張りたいなどと意気込みを語りました。ファジアーノは来月20日にホームで甲府と開幕戦を戦います。期待されてるなっていう実感が湧きましたし、期待を力に変えて今シーズンプレーしていければいいかなと思います。